こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、お久しぶりの商品レビューをさせていただきます。というか、おすすめの商品でございます。約ですね、キャンプ歴が1年ぐらいのね、まだまだ初心者と言っても過言ではない私ですけれども、もうすでに映ってます。こちらですね、こちらの扇風機です。ポータブル扇風機、なんでしょうね、すごい必要かなと思って買ったわけじゃなかったのに、ものすごくこの1年間大活躍した商品として、紹介させていただきます。で、なぜ3つもあるかというと、やはりそれだけ活躍をしてくれたからっていうのもありまして、3つあるんですけど、やはりね、こういうこのなんて言うんでしょう、針金みたいのがついて固定ができる、あと首が曲がるタイプのものの方がね、いいですね。例えば何だろうな、何か乾かしたい時とかね、もう最大10時間ぐらい持ちますんで、ある程度食器を拭いて、物を乾かしたい時とか、スポンジとかね、意外にタオルとかもね、いけちゃいます。虫が、すみません、虫がね、多分今手噛まれましたね、蚊に。今日も早速ここに来るまでで、使った場面が車中泊ですね。車中泊とバスタオルの乾かしと、ボールの乾かしと、あと火起こしか、火起こしもね、かなり使います。まあ皮膚希望とかね、使う方結構いらっしゃると思うんですけども、これはまあ周りに気をつけながら、結構灰が飛ぶんで、使ったりだとか、その他もろもろこの後もね、使う場面出てくると思います。まあ過去の動画の切り取りとかをお見せしつつ、こんな場面で使えますよというのをお見せしたいと思っております。はい。炭もね、まあこれやる必要ないんですけど、こう一気にバーって、まあ、やっぱ灰が飛んじゃいますね、飛んじゃうからゆっくりで、湿気とかが多い日に火がなかなかつかない時も、ある程度の火種があればもう大体火つきます。大体つかなかったことないですね。ほら、軽くやっただけでこんな火つきますね。はい、こんな感じで、扇風機、これちょっと今無理やり置きましたけどね、ここにいろんな乾かしたいものをですね、置いて、少し湿気を飛ばす感じですね。このね、最後の追い込みの風があるかないかで、全然カビとかね、変わってきますから、本当に。あとこんな感じでですね、クーラーボックスが、私は結構安いのを使ってるんで、水浸しになるんですけど、これもね、これ中に一つ扇風機ポンと置いとけば、もう数十分で乾いちゃいますね。まあ高いやつだと別にこんなことしなくていいのかもしれないですけどね。落とし蓋なんか特にそうですね。これ一回かびたことあるんで、しっかりと乾かさないと危ないですね。はい。そしてこれがですね、最近私がハマっている使い方ですね。最後の方までね、洗い物をしてスポンジがなかなか乾かないという状況、そしてその湿ったスポンジを持って帰らなきゃいけないという状況の時にですね、両側からポータブル扇風機でサンドしてあげれば、あっという間に乾いて気持ちよくスポンジさんを連れて帰ることができるという、見てスポンジが立ってる、一人で、ほら、あ、ぼやける、あ、見てスポンジが。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。どういう感じの編集に動画がなってるか分かりませんけれども、ここで締めたいと思います。で、これはね、フランフランで買ったやつなんですけど、こっちはネットでも買えますんで、結構いろんな雑貨屋さんでも売ってますね。これかなり愛用してます、こっちの2つね。こちらのリンクはですね、概要欄の方に貼っておきますので、よかったらご覧くださいませ。というわけで、また
これぐらい意外に活躍したものというようなものがあったらですね、ご紹介させていただきますので、ぜひ参考になれば幸いです。あの上級者の方々じゃね、そんなんいらねえっていうね、冷たいコメントは、いりませんので、ぜひ、私のおすすめ、一人の戯言だと思って、聞いていただけたら幸いです。最後によかったら高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。